良くなってるし、次も全然楽しみ。良くなってますね。正直、引き分けでも期待値が上がる試合だったから、全く悲観的になる必要はない。そうですね。勝ちきれなかったけど、今季初めのバルサに比べたら、だいぶ良くなった。守備陣のプレスのかけ方とか、ポジショニング、だいぶバルサらしくなってきてるな。いいと思います、私も。チャビはあんまり約束事は仕込まないのかな。ウィングが絞ってきちゃうし、裏抜けする選手がいないし、そうなんすよね。そこだけなんすよ、あと。 ここの抜けっていうのは、相手を押し込んでも実は全然問題ないんですよね。こうやって相手を押し込んでも、相手のラインがペナルティーリアにかかっているような場面でも、ここに対する抜けっていうのは、キーパーもやっぱ出ていけないし、いいんですよね。どんどん狙っててほしいですね。パティ、アウベス、ペドリと補強次第と、もう少し時間が経って、チャビがうまくやってくれればどうにでもなるって思ってます。そうっすね。 いや私もそう思ってる良くはなってきてるからそれはすごいいいことですよ良くなってきてるっていうのはバルサん面白くなってて嬉しい状況は限定的だけど濃度的に優位性作れてるのは少しずつだけど成長感じたそうですねちょっとずつ良くはなってきてるんじゃないかなと思いますね まあ今日で言うと、アラウコとアルバがちょっとリスク管理しすぎたかな。特に一人相手少なくなってからはですね。この状況っていうのがよくあったじゃないですか。ここでバックパスのコースにいるわけですよ、アルバが。だけどその延長線上っていうのはラングレもいるわけで、ここでここ取れないかなという話ですね。今はルイス・エンリケ以降の監督が先延ばしにしてきた宿題をシャビが 全部消化してるっていう過程でしょそうですねそういうもんだと思う <music>